はい、本日の雑談です。ちょっとね、エネルギーがね、今ちょっと下がってる感じかもしれないです。なんで下がってるかっていうと、やっぱ、右手がね、治らない。それがもう、まあ、断続的に治ったり治らなかったりみたいな。治って、ちょっと痛めて、治って痛めてっていうのがもう、まあ、1ヶ月以上続いてて、ちょっと精神的にやられてる感じですね、多分。ちょっとへこんでるっていうか、まあ、いつまで続くんだろう、みたいな。終わりのない道みたいな。まあ、終わりはあるんでしょうし、もっと世の中には、まあ、大変な人もいるので、何言ってんだって話なんですけども、まあ、自分的にはそれがちょっと、こう、エネルギーが低下してるかなっていうのはあるかなとは思っています。で、まあ、エネルギーがね、ない時だから、こう、なんか積極的にね、能動的になんかこう、行動しにくいみたいな、そういう、時は、まあ、そういう時は、逆にね、こう、心にね、入ってきやすいというか、なんかこう、感動する映画とか、ドラマとか、アニメとか見ると、こう、涙流しやすくなったりとか、例えばですよ、僕がそうっていうわけじゃなくて、ちょっと弱ってる時は、そういう、入りやすいっていうか、まあ、なんか恋愛とかもそうですけど、別に僕今恋愛してるとかじゃないですけども、そういうのとかも、こう、コロッと、いつもだったらガード硬いけど、ちょっとコロッといっちゃうみたいなとか、あるので、だからなんか、そういう、今まで、なんか勉強しなきゃとか、なんかこの本読みたいなとか、この漫画読みたいなとかあったけれども、自分が調子いい時はなんか目もくれないみたいな。まあ、気にもしなかったけど、ちょっと今、あれっていう時は、逆にそういうのいいかなっていうか、この能動的な勉強とかだと、積極的になんか点数100点取んなきゃいけないみたいなのだと、しんどいと思うんですけれども、それがまあ、ちょっと気晴らしみたいな感じで、まあ、なんかそんな難しい気持ちではなくて、こうサクッとっていうような状態で、なんか映画見たりだとか、読書したりすると、意外となんか入ってきやすいとか、だから洗脳されやすいですよね。エネルギーが弱いときは。エネルギー、だから僕今ちょっとそういう状態が かもしんないです。もしかしたらわかんないですけど、まあ大丈夫、なんか全然、別に洗脳って悪い意味じゃないと思いますし、いい洗脳もあれば悪い洗脳もあるっていうことで、だからまあ逆に言えば気をつけた方がいいですね。なんかこう、心が弱ってる時とか、エネルギーレベルが低い時っていうのは、なんか例えば新興宗教、別に新興宗教が悪いっていうわけじゃないですけども、そういった宗教だとか、なんかセミナーだとか、そういうなんかビジネスとか、そういうことにこう、はまりやすいっていうか、陥りやすいっていうか、いい方向に行けばいいですけど、なんかこう、悪い方向に行くかもしれないので、だからエネルギーレベルが低いとき、その精神的に弱いときは洗脳されやすいので、いい方向に洗脳、だから、そういう、なんか、前々から見ようと思ってた映画を見るだとか、読みたい小説があったとか、漫画があったとか、なんかこう、ポジティブにするような内容の本があったけども、それ読んでなかったとか、そういうのを読んだり、見たりすると、心にスーッと入ってきて、なんかこう、なんつうんだろう。今までとは違う考え方とか、今までそういう考え方とか、そういうものを知らなかったけど、知ってよかったな、みたいなのが、すごいもうスポンジに、スポンジに水が染み込むように、乾いたスポンジに水が染み込むようにでした。すみません。乾いたスポンジに水がシューッと染み込むように吸収されやすいと思うんです。だから普段調子いい時は入ってこないわけですよ。自分に。だってもう調子いいから別にそんなもん必要ないみたいな状態だと思うんです。結局、まあ、何か変化する時って、弱った時とか、精神的にきつい時とか、もう凹んでる時とか、そういう時って、何かにすがりたいとか、頼りたいとか、そういう状態だったりすると思うので、弱い時だと思うんです。だから、その恋愛とか、宗教とかでもそうですけど、そういうのにコロッといっちゃう。それがね、いい風にいけばいいですけど、で、騙されたりとか、そういうこともあるんです。逆に気をつけた方がいいと思うので、なので、もしね、そういう精神的に弱ってるとか、エネルギー
が今ちょっと低いなっていう状態の時は、あまりなんか、そういう無茶な行動はせず、まあ安静にしてるというか、安静にしてるけれども、なんか、自分がそれ洗脳されたとしても、自分にとっていいこと、自分にとってとか周り、自分含めて周りにとっていいポジティブなことになるなっていうものを、こう、見たり読んだり、なんか取り入れたりすると、吸収しやすいと思う。洗脳されやすいんで。なので逆に言うと、そういう自分から積極的に行かなきゃいけないようなこととか、もし洗脳された場合、なんかこう、わって向こうに引っ張られちゃうような、ものはあんまり慎重になった方がいい。まだ逆に恋愛だとか宗教だとかビジネスとかセミナーとかはエネルギーが低いときはやめた方がいいかもしれない。まあ、賭けですよね。いいものだったらよく引っ張り上げてもらえるし、良くなかった場合は、とことんこう、ね、ちょっと、悪い方向行く可能性もあるので、はい。まあ、なので、いずれにしても、そういう精神的に弱ってるとか、エネルギーが低い状態の時は、吸収しやすい状態なので、それを活かした何かをした方がいいかなと思ってます。なので、僕もちょっと今ね、読書してたり、はい。そういう、受け身のなんか、できるようなことをして、まあ、前向きに蓄えて、いこうかなとは思っております。はい。エネルギーがね、弱いとき、こう、低いときとか、無理にやたら歩くとね、まあ、トラブルになる可能性もあるんですよ。怪我したりだとか。エネルギーが出て、もうなんかフラフラした、見た目はフラフラしてないかもしれないけど、精神的にフラフラした状態で、まあ、この辺、茅野市だったらね、全然、そんなね、なんか、大丈夫だと思いますけど、繁華街とか行ったりした、するじゃないですか。するとなんかね、肩ぶつかっただとか、なんだとか、ガンつけたなんだとか。まあ男だったらそんなんでいいですけど、なんかちょっとこうね、客引きにあってとか、なんかキャッチにあったとか、ナンパにあっただとか、例えばいろいろそういうのあると思いますし、なんかエネルギーが弱かったり、精神、そういう状態、弱ってる状態ってカモにされやすいんです。そういうのやっぱ嗅覚っていうか、あいつ弱ってるなっていうので、獲物にされる可能性があるんですね。むやみやたらにね、フラフラしてると。まあ、この辺じゃないと思いますけど、そんな、茅野市だったら、茅野駅周辺、茅野市周辺だったら、まあ、ないと思いますけど、繁華街とかだと、都会だと、やっぱ、そういうのを狙ってる人が多分いると思いますし、なので、気をつけた方がいいです、これは、本当に。そういう状態の時は、嵐が、過ぎ去るのを待つというか、今だから、心が雨の状態、台風の状態、雪、豪雪な状態。そういう状態の場合、外ね、ふらふら出歩かない方がいいじゃないですか。もし出歩くんだったら、もう雨がっぱ着てとか、もうすごい傘さしてとか、もうそういったもう、がっつりガードしながら行かないと、大変なことになると思うので、正攻うどくというか、もしね、今そういう状態であれば、今できることをこう無理なく、やっていく。そうしないと、こうね、心の隙を狙う人たちもいるので、気をつけた方がいいと思います。逆に言うと、隙があるので、いいものを取り入れた方がいいのかなと思う、本日の雑談でした。ふとね、降りてきましたので、話しました。以上です。何かの参考になれば幸いです。皆様、愛してます。